やれやれ、頭を冷やしたらどうです。またの機会に、ミュートス。落ち着きなさい。そのテーブルが何をしたというのです。戦いを続けていたら彼に勝てたとでも。その前にあなたの首が落ちたでしょうね。あなたの力が及ばなかった。彼より弱かった。それだけのこと違いますか、クプカ卿。いい加減にこの事実を認めたらどうです。そう簡単に彼の首を諦められはしませんか。一つだけありますよ、彼に勝つ手段が。あれです。マザークリスタルのコアには知っての通り、莫大な量のエーテルが蓄えられている。それを取り込めばよいのです。無論そのようなことはただの人になせる技ではありません。あなたがドミナントだからこそ言うのです、フーゴ。かつてクライブ・ロズフィールドに敗れ、召喚獣の力を奪われてもなお勇敢に権限して最後まで戦った者がいました。そう、ベネディクタ・ハーマン。彼女はこの方法で力を得たのですよ。人知を超える力を。さあ、お行きなさい。あの光の元へ。ミュートスが。御意に、そういたします。ようやくここまでたどり着きましたか、ミュートス。なるほど、これがミュートスの力。ドミナントとはいえ大量のエーテルを取り込めるはずがない。ましてやその力を強めることなどあるわけがなかろうに。もう少し狡猾な男かと思っていたが、タイタンも噂ほどではなかったということ。バルナバス様、しかしあの男、愛する女の首一つで身を滅ぼすとは。人とは実に哀れなものです。お集まりの皆々様、おごそかな議会を騒ぎ立ててしまい申し訳ございません。この館はいかがです。ひとときの滞在には手頃な広さかと。知れ者もよくさえずること。はい、仰せのままに。そのような俗な呼び方はやめていただきたいですね。自我なぞという人の汚れから解き放たれた無くなる者たちなのですから。彼らはそう、いわば神の兵。そしてこの町にはもう彼ら以外は存在しない。いいでしょう、あなたとはぜひ一度戦ってみたいと思っていたのです。大義の糧となるのであれば必ずやバルナバス様もお許しくだされ。我が名はスレイプニル・ハールバルス。いざ尋常に。おや、ミュトスの力とはそんなものなのですか。もっと本気を出していただかないと戦う意味がありません。
火をつける何かが必要です。バルナバス様より授かりし豪壮クングニル、この槍見切れますか？まさかここまでとは。ああ、バルナバス様。